フィリップ・ハイン・リヒ・シャイデマンは、ドイツ国の政治家。ドイツ社会民主党の議員として、第一次世界大戦後間もなく、首相を務めた。ドイツ革命に際して、共和国設立の宣言を行った人物として、知られる。1865年7月26日、ヘッセン選定公国の首都カッセルで、各職人の息子として生まれた。 1879年から1883年までの印刷校の徒弟修行を経て、印刷校、社会主義系ジャーナリストなどとして働く。1883年に、ドイツ社会民主党に入党する。1909年からは、ヘンナー・ピッフェンデッケルの筆名で、地元紙に、ヘッセン方言で書いた小説を連載していたこともある。 1903年に帝国議会議員に初当選し、1908年から1911年まではカッセル市議会議員を兼ねた。1911年にスピード書記長に就任した。1913年にはフリードリヒエーベルトと共に帝国議会で党議員団長に就任する。1914年に第一次世界大戦が勃発すると当初は 戦争を支持する立場を取って、党内の反戦派と対立したが、対戦末期には、講和を支持した。対戦末期の1918年6月、帝国議会副議長に就任する。また首相バーデン公子マクシミリアンの下で、首相不次官を務めた。共和制宣言を行う、シャイデマン1918年11月に、ドイツ革命が勃発し、 革命を支持するデモ隊が帝国議会に迫った。こうした状況下の11月9日、皇帝ビルヘルム2世の隊意と共に時間を辞し、帝国議会議事堂の窓からデモ隊に向かって古く腐った帝政は崩壊した。新しきドイツの共和国、万歳。ダスワルトウントモーシュ、ダイモナーシーストズーセメンジェブラカン。 エスリーベダズノイエ、スリーベダイドイチェリパブリックと共和国樹立の宣言を行った。直後に、社会民主党のエーベルトや、ドイツ独立社会民主党のフーゴー・ハーゼラと共に、臨時政府人民代表委員となる。12月に、ユースプドが委員会から離脱すると、ハーゼの公認としてエーベルトと共に、委員長を務める。1919 19年2月に、 ドイツ史上初めて成立した民選政府で首相を務めたが、パリ講和会議において連合国側が提示した内容があまりに制裁的であったことに反発し、政府内のベルサイユ条約受諾を支持する勢力と対立を深めた。そのためシャイデマンは首相とスピード投手を実施、ベルサイユ条約受諾に反対するドイツ民主党は連立政権から離脱した。 その後は、故郷のカッセルで1920年から1925年の5年間に、渡って、市長を務めた。その在任中に家にハーケンクロイツを落書きされるなど、極右の嫌がらせに遭い、1922年6月には、娘と公園を散歩中、極右テロ組織コンスルのメンバーによって、生産をかけられ、重傷を負った。同時に、 国会議員も続けており、1926年には、ラパルロ条約に基づいて、ドイツ国防軍が、ソ連軍と、極秘裏に、兵器開発などで協力している事実を国会で、暴露し、第三次、マルクス内閣を大臣に追い込んでいる。1933年のナツス政権成立直後に、プラハ、スイス、フランス、アメリカ合衆国を経由して、デンマークに逃れ、 1939年にコペンハーゲンで死去した。1953年、コペンハーゲン市当局の計らいでその遺体は、故郷カッセルに帰還し、中央墓地に埋葬された。ありがとうございます。